皆さんこんんんここにちはこんばんはばごごござざいいまますす早速よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます、えー、今回なんですけれどもいわき市アンモナイトセンター、えー、体験発掘、えー、定員が、えー、30名に減ったということは前回の動画で、えー、お知らせしたんですけれどもその体験発掘にですね、えー、実際に参加してきてみたというところをですね、えー、ご報告したいと思うんですけれども、えー、その定員が減った最初の週 まあ6日、あ7日ですか。はちょっと自分は参加できなかったんですけれども、その翌週の4月13日、14日の土日に行ってきました。はい、で、まあ、何時ごろ出かけたらいいかっていうね、ちょっとわからなかったものですから、まあ、とりあえずいつもより1時間くらい早く家を出て、で、先端に着いたのがまあ8時ちょっと過ぎたくらいだったんですね。まああの 何組かすでにいるのかなと思ったら、まあ、意外にも一番乗りでした。はい、で、えー、この <laughs> 開館時間前なんですけれども、以前は、えー、それでも駐車場までは入れたんですけれども、えー、今現在はです、ね、このように、えー、バリケードが置かれまして、えー、開館時間ちょっと前までは、えー、この駐車場にちょっと入れない状態になっています。はい でまあ、その開館時間近くなったら職員さんがどけてくれて駐車場までは入れます。はい、でその後の受付ですとか、まあ、初回の方々が聞いていただくオリエンテーションとかの流れはこれまでと同じ流れだと思うんですけれどもで、まあ、受付した上で店員に達するとですねアモナシセンターの正面の入り口 のところにです、ね、コーンが置かれまして「まあえー、その手に達しました」っていう旨の,のこう看板が掲げられると思うんですけれどもまあ、この状態になったらあこれ以上の三角決けはちょっとはしないということになりますんであとはまあ午前で漏れちゃった方はゴーンを受け付けしていただくという感じになりますね。はい で実際こう、体験発掘午前の分が始まりますと発掘はまあ非常に限られた場所、えー、この路頭はですね、まあ、前回も申し上げましたけども、えー、ちょっと崩落の危険があるということで、えーまあ、ほぼほぼ8割くらいはコ、えーンに囲まれて、えー、もう発掘があできないという状況になっています。はい で、まあ、発掘できるのは左手のークのずっと高いところでここの壁か、えー、床かそれともこっちの左の方にありますこの3月に一応路頭の整備工事が行われたんですけどそれで出た、まあ、くず石、まあ、ずりですねそれを掘るかになりますね、はいでまあ、これはちょっと現地に行くまでわからなかったことだったんですけれども 一応、えー、体験発掘、えー、1人1日1回までという制限もありまして、なので、まあ、例えば午前中やって、午後やりたいから、まあ、すぐ受付しようとしても、ちょっと受付はできませんということになります。はいまあ、ただしですね、えー、午後の体験発掘の人数枠、まあ、30人枠が、 えー、午後1時30分以降で空いてた場合は、えー、一応参加することができるという、まあ、ルールになってます、はい。ちなみに自分はですね4月14日の日曜日の午後は、えーまあ、手にいっぱいになっちゃったので参加ができませんでした。はいはい、では、ここからはですねゴールデンウィークの体験発掘についてちょっと、ねえー、お話ししたいと思うんですけれども。 今年のゴールデンウィークの体験発掘はですね、まあ、前回の動画でもちょっと話したんですけれども大型連休中であっても開催は土日だけになるということがしばらく続くということなんですけれどもまあ今年のゴールデンウィーク4月の2728それと5月の4日5日だけの開催になるわけなんですけれども完全予約制ということでネット上で えー、申し込みを受け付けていたんですけれども、まあ、結論から言っておきますと、まあ、この動画を編集している時点でですね、えー、4月の27日土曜日の午前中以外はすでに定員でいっぱいになってます、はい、予約がいっぱいになってまして、えー、4月27日に関してもですね、えーまあ、近いうちに、まあ、定員になってしまうのではないかなと思うんですけれども。 なので、まあ、今年のゴールデンウィークはですね、えー、もう新規に体験発掘に参加することはできなくなってしまっていますはいでまあ自分はですね、まあ、今年のゴールデンウィークはもう完全に体験発掘はスルーして別の場所でちょっと掘ろうかなと思っていたんですけれどもまあちょっと見たらその27日の午前中の枠が空いてるみたいなんで一応、あのー、申し込みだけはしましたはい これその下時点ですでに定員になってる可能性もあ,あるので、えー、ちょっとかあのまだ結果は来てないんでわからないんですけれどもまあ,あ後日ですね、えー、その結果をもらって、えー、できるかできないかあ一喜一憂して待つような感じですね。はいはい、というわけで、えー、30名に減った体験発掘の参加したという報告と。 ゴールデンウィークのー体験発掘についてのお知らせでした。はい、というわけで、えーまあ、自分はですね、ゴールデンウィーク中はちょっと別の場所に行って掘るという計画なんですけれども、まあ、それについてはですね、また別個で動画を撮って、えー、報告をしたいなと思っています、はいえー。ちょっと、まあ、ゴールデンウィーク中、んまあ、体験発掘ができないのは残念なんですけれども、 またですね、えー、機会があったら体験発掘参加して、発、えー、数頑張りたいと思います。はい、というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。えー、関連動画の再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。